皆さんこんにちは、先ほどの、なでしこジャパンへのメッセージの、続きです、本日2023年8月の12日、ちょっとね言い忘れてたことがありましたので、覚えておいて対応してほしいんですけども、春山整骨院というものが私の自宅の裏にあるじゃないですか。まあ、もともと昔から、春山整骨院と私の方で揉めてるんですけども、もうあそこはエロ業界と深く関わってたところだから、そこと、なでしこジャパンの関係者か誰かが、昨日のその試合の時に、春山整骨院の方に車で来てませんでしたか？女性の声、50歳前後ぐらい。まあ、これも見た目とかでもわからないから、身分証明書、顔とか作ったりできるから、神の会的な力で。身分証明書を見てみなきゃ、どこの誰が来てたかわからないんですけども。とにかく、淡井圭介に会うなら会うで、淡井圭介の携帯電話に電話をかけること。そのものが、たとえ議員であっても、スポーツ関係、関係の委員のものであったとしても、僕より下ですから。言われてる意味わかります？国会で僕はどういうふうに扱われているか、世界の首脳でも淡井圭介という存在がどういうふうに扱われているかで、どちらが上かわかるでしょう。で、まあ、経済の世界でも、この間、為替相場が149円1ドルあたりまで来たときに、まあ、為替準備高っていうものがあります。これは大企業や、まあ、国が、判断をして行うことですけども、それについてワールドビジネスサテライトという、経済系番組で私から言いました。見てるときにね。外貨準備高とかあるんですから、まあ、さすがに1ドル150円まで来ると、まあ、大体それぐらいです。これちょっと安すぎますよと。今のうちに日本円保有しておいた方がいいんじゃないですかの一言で、その情報が世界中に走って、で、まあ、どれぐらい一気に円高に進むか、それはもう僕の方では分からないです。どこの大企業はどういう事業を抱えていて、これから先どうするかとか、それについての見通しだとか、世界中の国の動きがどうとか、銀行の金利がどうだとか、政府の判断のね、その辺のところとかまで、国債とかの。で、その辺のところまで、全部が全部の情報なんか追い切れないんですよ。なんかまあ、何円ぐらいになるかわからないんですけども、一気に、1ドル139円まで、10円ほど、為替相場は円高に動きました。まあ、僕の言ってることは、大体、そんなに大きく常識から外れたようなことではない。ただし、その内容は伝わるっていうことです、世界にね。で、まあ今ここで言いたいのは、その春山整骨院にどの程度の人間が来てるのか知りませんけども、まあ、どうせそんなに大したことない連中でしょ。で、とにかく来ないこと。で、これはここの住宅関係に関してもそうですし、淡井圭介と何か話し合いがあるんだったら必ず自分から電話をかけること、僕のホームページに自分の電話番号を掲載してるんですから。そういう正々堂々とした潔さとか、そうじゃない部分をコンピューターも見て判断してるっていうところ、それが違法行為になるかどうか、だからそこを理解できてるのかどうかっていうことなんですよ。自分たちが違法行為という自覚がなかったとしても、違法行為として判断される可能性がありますからね。だから、春山整骨院に来たらダメだって言われてるんだから、来ないこと、どこの勢力であってもね。それが足を引っ張る行動につながってる。で、それは今日の8月12日の、後で結果見てもらったらわかると思うんですけども、まあ、エンゼルス、まあ、翔平とか変わってますからね、大谷翔平と。もともと僕は二刀流を進めて、日本球界と話をつけて、で、まあ、二刀流の道筋を立てていって、で、まあ、大成功につながってるんですけども、まあ、その辺のこともね、僕は YouTube で言ってる内容とか、ホームページに記載してる内容とか、いろいろ聞いてもらったら理解できると思います。どういうふうにね、して、彼が活躍してるかっていう部分。
で、今日のその試合でも、春山整骨院にね、朝の9時30分ぐらいかな、それぐらい、9時15分かな、それぐらいの間に、まあ、何人か来ていたみたいですね。今、お盆の期間で本当は休みのはずでしょ。ああ、なでしこジャパンのその昨日の試合もそうだったんですよ。来るなって言ってるの来てる。あそこに車が止まってること自体おかしいんですね。で、この辺りもちょっと歩いてみたりとかして、あ、この車の名は変だなっていうのは、いくつか見かけてます。仙台ナンバー、札幌ナンバー、鹿児島ナンバー、遠すぎる。普通飛行機か、まあフェリーか、新幹線。車で来るような距離じゃない、こんなところは。スポーツ絡みで来てるのか何なのか。それがエネルギーの残存量問題で、それが負けの原因になってるんだよっていうことを理解できていないっていう人たちね。たまにそれなりの高級車、まあ400万円ぐらいするんじゃないかな、新車で買うとっていうような車、400万から600万ぐらいの車もすぐ近くで見かけたりもしてますんで、淡井圭介を利用して、スポーツの勝ち負けとかで大金を得たところに関しては、まあ、それが、判明次第、まあ、容赦はしないでおこうとは思っています。あ、まあ基本的には僕はなでしこジャパンには勝ってほしいとは思ってますし、うん、だからそのジャパンシップの人間をなんとかそちらの方で来させないように、まあ、試合に集中できるのとできてないのではだいぶ違いますからね。だからあと他にも抑えておいてもらわなきゃならない要件はいっぱい、まあ、先ほども言いましたし、まあ、その辺のところね、もう5対1で、朝の10時の時点でもう5対1で、アストロズにリードされました。エンゼルスが1点しか取れてなくて、先にエンゼルスが1点取れてるんです。でそいつらが来てからも誤りの失点、5失点、感じに直そうそう、1イニングとかその日の試合とかで5点取られてるときは誤りの失点、5失点。もう昔からそう、数字で全部物事ある程度、決まってるんですよ。ここ最近の阪神タイガースの試合で5得点してるのは、あれは5失点を今まで取られたものを取り返してるの。だからそういうふうな、経営者的な数字の動かし方とかもその試合の勝ち負けであります。で、もともとのその大義名分とかね、まあその辺のところとかも僕は YouTube で喋ってる内容とかいろいろ聞いてもらったらわかるかなと思います。以上です。春山整骨院に関しては、関わろうとはしないでください。言われたことは守りましょう。以上です。皆さんご対応のほどよろしくお願いします。